ジェツンペマワンチュクは、ブータン王国の第五代国王ジグミケサルナムゲル、ワンチュクの王妃。父親は、国営航空会社ドゥルクエアの元パイロットで、現在は、バーレインエア勤務。母親は王室に連なる名家の出身。姉、妹、弟二人の兄弟姉妹がおり、王妃は五人のうち次女である。七歳の頃に、 当時17歳のジグミケサルナムゲルワンチュク王子から大人になって独身であったら結婚しようとプロポーズされた。高校時代はバスケットボールチームのキャプテンを務め、卒業後は英国のリージェンツカレッジで国際関係論と美術史を学んでいたほか、ゾンカ語、英語、ヒンディー語に堪能。2011年11月21日、国賓訪問中の日本。 京都で2011年5月20日に結婚を発表、同年10月13日に、こと、プナカで華やかな仏教式を挙げ、翌11月には、ワンチュク国王と共に国賓として、日本を訪問した。2016年2月5日、ワンチュク国王,王との間に第一支持組ナムゲルワンチュク、王子が誕生した。AB、幸せの国幸せに包まれる、ブータイ国王夫妻に、 男児誕生、産経新聞2016年2月5日閲覧、ジェツンはブータンなどのチベット語圏で、高層や高貴な女性などに用いられる継承であり、ファーストネームは、ペマ。そのため、ジェツン王妃の略表記は誤りである。また、2011年の来日時に、日本外務省が出した、プレスリリースがご表記されていたため、実演と表記される報道が目立った。ブータン。 エスローヤルカップル、プロフィール。テレグラフ。2011年11月22日閲覧。日本国外務省。ブータン王国国王ジグミケサルナムギャル。ワンチュク陛下及び同王妃陛下の来日。2017年11月3日閲覧。ありがとうございます。